見えるけど見えないもの、それが一番くじ。はい、というわけでこんにちは、ゼロゲンと申します。遊戯王の一番くじが本日から販売開始されました。ボリューム2ですね。前回のね、一番くじも去年だか一昨年だか忘れたんですけども、やってて、その時はですね、動画にしなかったんですよ。一応引いてたんだけどね、あまりにも内容、当たった内容がひどすぎたんで、コミュニティの方でね、動画というか画像だけ載っけてるんですけども、ということはですよ、今回動画にしてるということは、軽く匂わせていくんですけども、はい。早速ね、ちょっと、今回ね、引いてきたのは5回分だけですね。ちょっと手持ちがあまりなかったので、ちょっと5回分だけ引いてきたので、その当たったものをね、見せていこうかなと思います。1回800円でした。高かった。もう700円とかだったら、あと2回ぐらい引きたかったんだけど、1回800円とそこそこ高かったんで、ちょっと5回分しか引けなかったって感じですね。はい。では早速下の章から当たったものを見せていこうかなと思いますよと。これっぽいかな。H 章だね。一番下の章が1回だけ当たり、1個だけ当たったのかな。メタリック色紙だね。これ。全員11種類のうちいずれか1種類が入ってますということで、これはね、ちょっと見てみようかな。やっと開いた。めっちゃガチガチに封入されてた。こういうのな、外側もな、綺麗に取っときたいからな。よし、ということで見てみましょう。おわー、ブルーアイズやブルーアイズホワイトドラゴンのメタリック色紙。やばい、これはいいですね。でかい。これはでかいですよ、なかなか。かっけえ。ブルーアイズいいんじゃないの？でも結構今回、でも全部いいな。全部いいけど、ブルーアイズは人気の部類ですよ、これ。これはちょっと、なんかちゃんとコーティングなりなんなり入れて飾っときたいですね。G 賞にクリアファイルセットっていうのがあったんですけど、これはね、ちょっと当たらなかったんですよね。各キャラクターの、歴代の主人公と、モンスターが描かれてるクリアファイルがあったんですけど、これは当たらなかったですね。で、飛んで、F 賞。はい。F 賞当たりました。はい、こちらですね。タンブラー！イエーイ！このタンブラーね、欲しかったんよね。ラインナップ見て。このタンブラーね、すごくよさ、普通に使えそうなんでね、あとね、デザインもかっけーんすよ。だからね、これちょっと普通に欲しかったから当たって嬉しかったです。F 賞のタンブラー全6種。これはね、はい。いずれか1種が入ってる。遊戯会場ってブラックマイちゃんとブルーアイズで、クリボーと千年アイテムが散らばってるやつかな。よし、行くぜ。はい。クリボーか。クリボーです。クリボーだね。すごい。クリボーが増殖している。なんでこっちまでやってくれなかったんだろう。なんでこっちまでやってくれなかったんだろう。クリボー、増殖クリボーですね。当たりました。イエーイ。これ黒いからいろいろ反射するから危ねえ。お次が、E 賞にミニフィギュアコレクションっていうのがあったんですけども、これ前回の最初の一番くじにもあったんですけど、これね、めっちゃ欲しかったんやけどね、結局1個も当たらなかったんですよね、下の章なのに。結構下の章だったのに当たらなかったんですよ。で、今回も、当たりませんでした。今回な、羽クリボーとかベビードラゴンとかモケモケルビーカーバンクル、どういうラインナップこれ。当たんなかったんですよね。このミニフィギュアコレクション普通に欲しいんだけどな。売ってくれんかね、こういうのね。D 賞のビジュアルシートだね。これは当たりました。よいしょ。こちら、でけえ。でっけえんすわ、これ。このビジュアルシートが2個当たりましたね。遊戯と、会話さんのビジュアルシート、めっちゃかっこいい。これ何に使うの、これビジュアルシートって何なの、これなんか壁にポスターみたいに貼っとけばいいんか。なんかすごい結構硬い材質なんよね。
プラスチックで、どっちかというと下敷きみたいな感じのあれだね。一個ずつちょっと見してみるか。よいしょ。こういう感じなんですけど、ね、ビジュアルシートでかいんよねこれ本当で。買い場このビジュアルシートはね、この遊戯と買い場が1種類ずつ、合計2種類だねしかないんで、これで全部って感じやね。まあもっと種類あってもよかったと思うけどね。うん、まあこのビジュアルシートが当たりましたと。これもかっこいいね。シーショーブラックマジシャンガールのフィギュアですね。はい、これねまだ残ってたんよ。残っててワンチャン当たるんじゃねえのかなって引いたんすけど、当たりませんでした。残念ながら、残念ながら当たらんかったんすよね。ブラックマジシャンガールのフィギュア、これ欲しかったな、うん。で飛ばして、え、 B 賞がブラックマジシャンのフィギュアです。はい、 B 賞が師匠なんですけど、これも当たりませんでした。まあていうか当たりませんでしたというか、このブラックマジシャンのフィギュアなかったんだよな。なかったから多分もう全部当たってたんだと思います。はい、ガールは1個だけ残ってたんだけどな。まあそんな感じですね。まあ、C と B は当たりませんでしたと。で、最後、A 賞の闇遊戯、こちらなんとですね、なんと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 当たりました。イエーイこれが当たったんですわ。闇遊戯さんのフィギュア、行くぜ相棒デュエル。これ戦いの儀のねワンシーンのカットとかがね、周りに入ってるやつですね。おーかっこよ。今回買い場がいなかったんよね、だからフィギュアとかに。前回のはなんかブルーアイズと、買い場がラストワンショーであったりしたんやけどね、今回は買い場がいなくて、もう闇遊戯さんのカードが多めだったかな。まあ A 賞当たったんすわ。かっこええこれいいですねこれね。これどうしようかな、このまま取っときたい気持ちもあるけど、見たいな。はい、というわけで取り出してみました。かっけえこれ、見て、超かっこよくないこれデュエルディスクの造形とかもほんとしっかりしてる。いやーいいですねこれね。このツンツンヘアよ、遊戯さんといったら刺さる、めっちゃ刺さるで。でこれをこう、ここやね、この台座に乗っけーの、台座に乗っけーので、この思ってたより結構なんか安っぽい感じの裏、なんかもっと立体物になってるかと思ったら、すごい一枚のペラペラのあれやったわ。でこれをここにぶっ刺すと、はい、できました。はい、うわぁテンション上がるよこれ。千年パズルを横に置きたい。いいなこれ、かっこええこれ、いいですね。いやこういうなんかやっぱフィギュアとかテンション上がるな、いいですね。いや前回の買い場のやつ横に並べたい。もう買い場のやつも欲しいんだけど、高いんだよなあれ買おうと思っても。いいですね。はい、こういう感じです。どうでしょうか。いいですね。このね、戦いの儀のね、ところで、遊戯王って最終タイトルのね、最終話のタイトルで伏線回収してきたのはすごく個人的に熱かったもんな。今さ、なんかこの一番くじの画像のところ見てたんだけどさ、このブラックマジシャンとブラックマジシャンガールのポージングって、これあれやね、あの新装版の遊戯王だっけ、あれの表紙の格好をしてんのか。今気づいたわ、うん、このブラックマジシャンとブラックマジシャンガールのポージング、なんかどっかで見たことあんなと思ったら、あの新装版の遊戯王の表紙のポーズしてんやな。今初めて気づきましたわ。今更かよって感じやな。はい、よし、まあそんな感じで今回はね、遊戯王一番くじボリューム2ですね、こちらの紹介をさせていただきました。ぜひね、皆さんも見つけたら引いてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。それでは。
お疲れ様でした。ありがとうございました。